日本近海に中国軍の艦船や尖閣の海峡局が侵入を繰り返している中、先ほど宮古島接続水域を中国潜水艦が潜航しながら航行しているのを防衛省が発表しました。今回、この中国潜水艦の潜航、戦略を詳しく見ていきます。今までも潜水艦の発見は行くつもり今回だけではないのですが、日本の防衛網は世界でもトップクラスですね。問題なのは、これがほんの一握りの情報ということです。2021年9月12日防衛省は、9月10日午前に、鹿児島県奄美大島東側の接続水域内を、中国海軍のものと思われる潜水艦が潜航したまま通過したとして、また、その近くを、中国海軍のミサイル駆逐艦1隻が航行していたと発表した。この潜水艦は、その後12日午前には、奄美大島の北にある、横当島の西南西の接続水域外を潜航して、東シナ海を西に潜航したのが確認されているが、潜水艦、駆逐艦による領海侵入はなかった。このことを受けた岸防衛大臣は、引き続き、緊張感を持って、情報収集、警戒監視に万全を期すように、との指示を出したとしている。また、13日午前には、加藤官房長官が記者会見において様々な情報を総合的に判断したところによれば、当該潜水艦は中国海軍のものと推定されているとした上で、今回日本の領海への侵入はなかったものの、潜水艦による接続水域内の潜航通過が国際法上で禁止されていないとしても、我が国の接続水域内で潜没した他国の潜水艦が確認されたことは注視すべき状況であるとしている。潜水艦が他国の領海内を航行する場合、浮上して国旗を掲げることが国際法で定められているが、接続水域内においては明確な規定はなく、国際法上の問題はない。しかしながら、他国の領海近くを通過する際に潜航したままであることは、軍事的挑発とみなされるのが世界の常識であり、今回の中国海軍潜水艦の行動については、近年多発している中国海軍の挑発的行動を踏まえ、国名を挙げて牽制したものとみられている。ちなみに、防衛省によって過去に公表された中国海軍潜水艦が日本の接続水域内を航行した事件は、2004年に起こった阪急原子力潜水艦による領海侵犯事件以降、昨年6月までに6件が公表されている。2013年5月19日南大東島南の接続水域内を北東に潜航。2014年3月19日宮古島東の接続水域内を北西に潜航。2016年2月15日対馬南東の接続水域内を南西に、日本海から東シナ海に潜航など、2年と空けずに、接続水域内の潜航を繰り返していた。そして、2018年1月10日には、宮古島や尖閣諸島の大正島の接続水域を潜航通過した、山丘原子力潜水艦が、接続水域通過後に浮上して、中国国旗を掲揚しながら航行した事件が起こっている。この時の小級原子力潜水艦が浮上航行したことについては、あまり例が見られず、中国海軍による G 行動ではないかとの見方もあったが、我が国の接続水域を潜航中に海上自衛隊による必要な追跡活動に音を上げて浮上したのではないかとの見方が、真実に近いであろうとされている。その後、直近では、2020年、6月18日には、今回の潜航した水域と同じ、奄美大島と横当島間の接続水域を、フィリピン海から東シナ海に向けて潜航する事件があり、6月18日午後から、6月20日午前にかけて、
接続水域を先行したと防衛省から発表されている。中国海軍においては1990年代以降、潜水艦の活動海域を中国本土沿岸から西太平洋にまで拡大している。ロシアのキロ級通常動力潜水艦を導入して以降、自国開発の原子力潜水艦を保有するようになった中国海軍は、自国防衛ラインと定めた第一列島線外である西太平洋に進出するようになった。しかし、北海艦隊、東海艦隊に所属する潜水艦の西太平洋への進出のためには、日本の南西諸島の間を抜けなければならず、先行したまま航行可能であるのは、公海部分がある沖縄本島、宮古島間、奄美大島、横当島間、そして大隅海峡の3カ所のみである。この中では、沖縄と宮古島の間の幅が最も広く、潜水艦のみならず、中国海軍艦艇が日太平洋に進出するための主要航路となっている。その宮古海峡を通過せず、あえて狭い海峡に入り込み、接続水域に侵入を繰り返しているのは、宮古海峡が封鎖された場合の航行路として活用するための習熟訓練の一環であり、詳細な海底地形図や潮流などの海峡を調査する目的もあるのではないかとの見方がある。2010年代に挑発するかのように、接続水域への侵入を繰り返していたのは、高精度の先行航法能力が備わっていなかったためではないかと推定されていたが、近年ではかなり正確な海底地形図を保有し、航法能力が向上したものとみられている。その証拠に、2020年6月に奄美大島と横当島の間を通過したケースでは、最大幅 10km という狭い海域で領海侵犯することなく先行通過しているのである。東シナ海から西太平洋に進出する中国海軍潜水艦を捕捉するシステムとしては、沖縄本島を拠点として南西諸島をケーブルで結ぶ潜水艦音響監視システム、ソージャスが米軍の協力によって施設されている。ソージャスはもともと東西冷戦時代に旧ソ連潜水艦を監視するために、日本の近海では津軽海峡、対馬海峡を中心に設置されていたものであるが、それが近年では対中国潜水艦監視用として活用されている。このシステムは基本的にはケーブルに埋め込まれた固定式音響探知パッシブソナーによってその上を通過する潜水艦を探知するものであるが、最近では水中に発せられる艦艇からの電磁波を察知する水中電解センサーも設置されているとの情報もあり、中国海軍潜水艦の動向は手に取るようにわかるとされているのである。今回も含めた中国海軍潜水艦の外洋進出について、インターネット上の反応では、アメリカ海軍と海上自衛隊では中国潜水艦の音紋はすでにキャッチしていて、どの潜水艦がいつどこ潜航しているかは把握しているとした上で、公表しているのはほんの一部で、中国海軍が潜水艦の行動がバレていないと思ったら大間違いだぞとの声が上がっている。その一方で、これまでは積極的に公表してこなかったが、今の中国海軍の動きを見る限りでは、公表を続けることが大切で、尖閣諸島の中国公船問題だけでなく、中国潜水艦の脅威をも国民に伝えて危機感を持たせ、日本の国防への意識を高めるべきだとの意見がある。そして、中国との尖閣諸島の領有問題のみならず、ロシアとの北方領土問題、北朝鮮との核保有と拉致問題、さらには韓国との間の竹島領有問題、従軍慰安婦問題、徴用工問題などの解決交渉を強気に進めるべく、強大な軍事力を保有すべきとの意見もあり、そのためには
お花畑能の野党や自民党と外務省の親中派を駆逐すべしとの過激な声もある。いずれにしても中国、ロシア、北朝鮮の他に日本を敵対視する韓国の存在がある以上、日本に平和が訪れるのはほど遠く、これら反日の周辺諸国に優位に立つには防衛力強化は必須で、特にミサイル攻撃を事前に阻止できる対敵基地攻撃能力の保有問題を一刻も早く解決して、中国本土をカバーする長距離弾道ミサイルの開発と配備を急ぐべきであろう。